ほー、お久しぶりですね。はい。最近、あ、ちょっと前髪がちょろんってなってる。OK。最近、ウェイクボードを、復帰して、少しずつ、ボートのウェイクボードの方を滑り出しています。はい。前回の、あの、浜名湖トリップの、ストーリー3、え ?4 ストーリーあったかな多分。はい。見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方もですね、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、そう、最近そのウェイクボード復帰したということでですね、あの、私はあの、まだまだ全然無理もできないし、少しずつ基礎の練習を しながら、はい、基礎の練習をしながらですね、はい、あの、しっかりとですね、あの、まずはもう完全に体がもう忘れていますので、しっかり、あの、少しずつ思い出しながら、練習していきたいと思っています。はい、1年以上ぶりなので、あの、完全にですね、飛び方とかも忘れてしまっててですね、はい、だいぶね、あの、最近ちゃんと感覚が少しずつ戻ってきています。はい、ボートも滑り始めたので、ウェイクボードをのことについて、動画をアップやっとできるので、はい、皆さんも見ていただけたら嬉しいです。はい、どんどん撮影もしていってですね、あの、ウェイクボードの動画の方もいっぱいアップしていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、すごく、短い動画になってしまうかもしれないんですけど、はい、そう、今日は、あの、私の動画を使ってですね、スタートして、あ、この人、あの、ほら、あの、ウェイクボードスタートしますね。はい、じゃあお願いします、水の中に入って、で、ボートが動いて、で、テンションが入るまで待つじゃないですか。で、その時に、はい、お願いします、って、できます、ってスタートして、開始します。で、そう、その時にスタートして、大体、なんだろうな、あの、スタートして、まあ、大体みんな、あの、スラロームから入るんじゃないですか、準備運動として。で、あの、スラロームが、やっぱ、綺麗な人とか、スラロームが上手な人って、この人上手かもみたいな感じでみんな思わないですか。わかんないけど、わかんないんですけど、大体なんか思わないですか。あの、最初にパッて見てスラローム見てたら、お、上手、この人上手いかもみたいな、なんかそういうのがなんかあるような気がするんです。本日はですね、スタートして、あ、この人上手と思わせる、スラロームの、やり方を、説明していきたいと思います。あくまでもですね、人によってそれぞれ、あの、教え方も違うし、人によって、あの、考えも違うし、あの、感覚も違うんですけど、あの、あくまでも、はい、これは私レイナさん、あくまでも、はい、私のやり方で説明していきたいと思います。はい、すごく、あの、細かいことなんですけど、すごく重要なことですね、こちらは。はい、ということでですね、あの、動画を、見ながら説明していきたいと思います。はい、スラロームで大切なことを、私が思う、スラロームの大切なことを説明していきたいと思います。ポイント1ですね。ポイント1、テンション、はい、ロープテンション、ロープの、あの、ピーンって張った時のことをロープテンションって言うんですけど、はい、スラロームをしながら、ね、ロープテンションが張ったまま練習するととてもいいです。これはですね、後々ですね、いろんなトリックにつながっていくんですよね、このロープテンションっていうのは。はい、あの、2ウェイク、1ウェイク、その後ですね、あの、スピンだったり、インバートだったり、はい、あの、すべての、トリックに、あの、ロープテンションっていうものがすごく重要になってきます。なので、まずはここから確認していくようにした方がいいかなって思います。テンション張ったままスラロームをした方が、あの、結構ね、バランスも取りやすいし、うん、他の、トリックにもつながる。これから先のトリックにもつながるので、ロープテンションをまずはチェックしてみましょう。次はですね、この両手片手を繰り返す
この外へ出ていくとき、ヒルサイドエッジがかかっているときは、両手を持ったまんま、トーサイドエッジをかけるときに、ターンをするときに、片手を離す。両手、片手、両手、片手、両手、片手っていう、やってみましょう。これもですね、上級者、中級者っぽくないですか？片手両手を繰り返してやってると、お、ちょっとこの人うまいんじゃない？っていう風にハッと思わせれると思います。はいはい、そして次、膝の曲げ伸ばし。膝の曲げ伸ばしすることによってですね、バランスも取りやすいのと、あとは怪我予防にもつながります。違う膝の曲げ伸ばしをすることによってですね、強弱、そう、メリハリがつきますね、見た目に。なんか膝曲げずに、膝を曲げずにそのまんま、スラロームしているだけだと、まあそんなになんていうの、メリハリがつきにくいですけど、しっかりですね、膝を曲げ伸ばしをしっかり、タイミングに合わせてやってあげると、見た目もですね、そう、メリハリもすごくつきやすいので、メリハリもすごくつくので、膝の曲げ伸ばしもですね、ぜひ意識してみてください。はい、まあそれぐらいかなすごく本日は短い動画になってしまいましたが、はい、こうやって少しずつ、ウェイクボードの、動画もアップしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録や、いいねボタンや、コメントなどもね、ぜひいただけたら嬉しいです。はい、いろんな技とかもですね、ぜひとも私なりに、はい、説明できたらいいなって思います。ということで、はい、本日もありがとうございました。それじゃあねー、バイバーイ。